地震発生後、奥能登の病院で看護師の離職が相次いでいることを受け、長谷知事は、病院に医療従事者向けの仮設住宅を建設する方針を明らかにしましたきょう行われた県議会の一般質問で、平蔵豊志議員は、奥能登の病院でどのように看護師を確保していくのかと質問しました。長谷知事は奥のの4つのつ公立病院の敷地を活用し、 医療従事者向けの仮設住宅の建設を進める方針を示しました、また、県看護協会を通じて、奥能登の病院や高齢者施設で、中長期的に勤務できる看護師を募集したところ、全国から40人を超える応募があったことも明らかにしました。 今後、病院と応募者のマッチングを進めていくということです。